じゃあ最後は我らが座長、ピーちゃんにお願いします。はい、カオス役の前田カオル子役の赤尾ひかるです。うん、今までありがとうございます。ここまで最終回みんなで4人で迎えられてすごい素敵な環境です。でスタッフさんたちもすごいとても真剣にコミックガールズに向かい合ってくださってて、私も頑張らなきゃってずっとここまでやってこれて、とっても楽しかったです。地上波で初めてみんなと一緒にできたことが、このメンバーでこのスタッフさんたちとコミックガールズっていうのでできたことが本当に幸せです。ただ本当に幸せです。何言いたいのか忘れちゃった。ただ演じる、テレビで演じるアババは一旦お休みしますが、また皆さんに楽しいアババをまた届けできるように頑張りたいと思います。いろんな展開が待っていますので、これからも皆さん応援よろしくお願いします。私たちも楽しくこのコミックガールズを楽しく演じて大好きですので、皆さんもずっと大好きでいてくれたら嬉しいです。とりあえず言いたいことは言えたかな。本当にありがとうございました。あれれ、電気が切れちゃった。あれ何ピーちゃん、遅くなったけどこの前誕生日だったよね。ということでコミックガールズから赤尾ひかるに誕生日ケーキがあるんだ。受け取ってください。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアピーちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。本当に泣いちゃったありがとうございます。これ僕からしなくていい？スクショタイム？じゃあみんなにスクショしてもらう？携帯で撮って、携帯で撮るの？いいよ。だってほら思い出としてのろうそく溶けちゃう。じゃあピーちゃん持つ？ピーちゃん持てない。持てなかった。ピーちゃん持てなかった。いくよ。かわいいよ。まず一人でいくよ。はい、チーズ。一人の。かわいいよ。じゃあ4人で写って。やりたい。よしよし。あ、入るか？あ、入る。エデちゃんこっち。あっち。よしよし、いいぞ。いけよ。はい、チーズ。オッケー。ありがとうございます。後で送っとくね。ありがとうございます。じゃあ、そう、封する？封する？封る？よし。封させていただきます。はい。ごめんね。ピーちゃんせっかくだし一口食べる？食べよう。食べな。ろうそく抜く？どこ食べる？いちご。いちごがいい？いちご食べる。わかった。いちごね。ほい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 。この辺かな。反射してあげて。はい、いい？あー。おめでとう。おめでとう。おいしい？とってもおいしいです。よかった。よかったね。めちゃくちゃかわいい。すごい、なんかピンクのケーキを用意していただいて、真ん中にカオス付きのカオスがいるんですよ、ここに。ほら、光る赤。すごい。あとで食べようね。はい。あ、そして、そして、あのね、ピーちゃん。はい。
ケーキだけじゃないんだ。受け取ってほしいものがね、他にもあるの。うん。じゃあ、はい、それぞれ出して渡しますか。そうですね。はい。じゃあ、せーので出そうか。そうです。せーの、じゃーん。ピーちゃんに色紙を書きました。おめでとう。読めないかもだけど。そう。じゃあ私はね、危ない危ない。お誕生日おめでとう。伝わってるかわからないから改めて書きます。大好きだー。伝わりました。よかったー。はい。じゃあ私も読むよ。赤尾ちゃんハッピーバースデー。いつも素敵なアババをありがとう。これからもよく笑う赤尾ちゃんでいてね。ということで。ありがとうございます。本文からも読みます、赤尾チキンへ。お誕生日おめでとう。そして唯一無二なカオスちゃんで引っ張ってくれてありがとう。お疲れ様でした。頼もしい同期の本土帰るより。ありがとう。本土ちゃんらしい。ありがとう。ぜひもらってやってください。もらってほしいです。大切にします。みんなからのプレゼントです。よかったサプライズ成功して。成功しましたね。そう、これ今日結構なんか一人ぼっちでサプライズだったのはこのためですか。そうだね、あの3人が一気に別室にいなくなったのはこれ書きに行ってたんです。ちょっと上手に書きに行きたかったんだけど、作業時間が結構みんなちゃんとかかってたから。そうなの。結構一人にしちゃって。寂しくて、ね、マネージャーさんに何喋ろうかなと思って。だってさ、私がさ一番最後に出る人だったんだけどさ、出ようとしたらさ、どこ行くんですかって。やべえと思って、ちょっと呼ばれてるからって言って。呼ばれてる。おかしい。怪しいんだよね。やばいよと思って、いや本当にリアルぼっち寮とか言われてて、本当に最終回さながら一人で過ごさせてしまいましたけれども、こうしてね私たちからの愛をね受け取ってもらえたらプレゼントしましょう。幸せで、はい、よかった。嬉しいです。成功してよかったです。そしてね、この番組今まで隔週のレギュラー放送として開催。